電車に乗ることができました。イエース。ついに、イスタンブールから電車に乗ってブルガリアに向かうことができました。ということでこの今フランスのねあの方々と一緒に彼らもチケットをあの今日ゲットして一緒に乗って今日ここでですね6人部屋の部屋で、寝るというような感じで、ブルガリアに向かいますという感じでいよいよあのイスタンブールから抜けてですねまた違う国へ あの旅が始まりました。めっちゃ嬉しい。ここからですねヨーロッパ、オランダに向かってずっと戻っていきます。で残り14日間の間にちょっと戻らなきゃいけないので、オランダまでですねちょっと電車に乗って、このヨーロッパの旅最後ですね、折り返しということで、向かいたいと思います。それじゃあまたバイバイ。ブルガリア、ソフィアの町に到着しました。すごい鐘が鳴ってますね。こんな感じで。で、今この後ですね、Airbnb に向かって、とりあえず荷物これね、置いて、で、その後ちょっと街に出ようと思います。今日1日しかないので、今、午後4時ぐらいなんですけど、この後荷物置いて街に出て、で、ちょっとカメラ持ってですね、子供たちにインタビューしていきたいと思います。あっちの方向なので Google マップ開いたら、とりあえず歩いていきましょう。とにかく荷物がねこれ毎回重くてヨーロッパ結構あのエレベーターが壊れてたりするんですよ。だからこれごとも担いでね階段駆け上がるみたいな感じですよ。でも慣れてくればねもう OK なんですけどいい感じの筋トレになります。すごい人はまあ今日平日なのでねあんまり多くはないんですけど、この後、まあ、多分子供たちも街中でねこうお母さんとかお父さんと一緒に、出かけてると思うのであのインタビューさせてもらえたらなと思ってます。すごいなんか街並みが本当になんか古い建物が多いですね。これもすごいよねって。こっちですね方角的にはあのちょっとしたアーケードみたいなところを通っていくっていう感じで、まあ、大体ここからあと 100m ぐらいなので歩いてすぐのところです。もうすぐで Airbnb に着きます。すっごいやばいやばい。もう道路にねこうやってチンチン電車みたいな感じで走ってる感じです。おーなんかたくさん賑わってますね。多分ツアーとかですかね。初ブルガリア。ブルガリア あのカフェとかレストランのテーブルクロスが可愛いんですよ。こんな感じです。ここはお店がずらーって並んでるんですけど上がほらアパートになってて僕の今日だけなんですけど滞在する Airbnb もこの先にあると思うんですよね。この街の中にあの部屋があるっていう感じで泊まらせてもらいます。結構あんまり人いないですね今日は。ここの上が今回泊まるところです。さあ行ってみましょう。はい、すごいこのアパートもともとアパートだったんだけども貸し出し用の宿泊施設になってますね。の奥にリセプションがあってここで受付するそうです。なんかバーみたいになってここ自由に開放されて使えるスペースになってます。
ここからの景色がかなり、わあすごい、もう本当に街のソフィアの、中心に今、います。ここなんと一泊、1000円なんですよ。一泊1000円で、ここ泊まれるっていう感じで、めちゃめちゃ安いですよね。ヨーロッパまあ、トルコもそうなんですけど、ブルガリアもチェコとかルーマニアとかもその辺めちゃめちゃ安いので、こういう市内でも結構綺麗なアパートで一泊1000円とか1500円以内で泊まれるっていうのがありますね。今ちょっとリセプションの受付の人がまだどっか行っちゃったみたいで、しばらく待ってます。この真下がカフェになってるの。とりあえず荷物 Airbnb のところに置いたので、今これからちょっともう一回街に出ようと思います。まあ、ひとまずね、手ぶらで今日は移動しようかなと思ってます。もう一台このカメラを持ってですね、行ってきます。ここはもうだいぶ古いアパートみたいなところで、もともとだから人が普通にレンタルして住んでたところだと思うんですよね。でも今は、まあ、宿泊施設に変わってエアビーになってるって感じですね。はい、ここからスタートです。もう降りたすぐにこうめっちゃいい感じのカフェがあって、結構多くの人がここでお茶をしています。まあ、今からどこ行こうか何も決めてなくて、もう夕方の5時ぐらいなんですけど、多分暗くなるのがだいたい9時とか、9時半、8時半とかその辺だという感じですので、まだねしばらく時間があるんですよ。でソフィアってこう聞いた話によると、もうこの今僕がいるこれセルディカっていうところなんですけど、もうここら辺で歩いて行ける距離にいろんな観光地があるっていう風に聞きました。でもう街中に普通にライフスタイルに日常的にですね、昔の古代の遺跡とかが普通にあるみたいな感じらしいですよね。なんかもう7000年ぐらいの歴史がこの町というかこのブルガリアにはあるらしくて、かなり古いんですよね。全く町もこれ見た感じですと、ほらコンクリートとかももうそのまんま多分ずっと古い感じなんですね。まあ、作りがちょっとイタリアに似てるというか、こんな感じで、ちょっと早速お子さんがいるのでちょっとインタビューをしてみようかなと思います。ちょっと行ってみましょうか。はいはい、今英語喋れるか聞いたらですね、喋れないということだったので、なかなかねこうヨーロッパ来て英語喋れないっていう場合、その子供たちにインタビューするのが難しくて、まあ、それが一個だけの悩みですね。じゃあブルガリア語で、とりあえずブルガリア語で収録すればいいじゃんって話になるんですけど、いやブルガリア語でどうやってやるかっていうのがね、なかなかそんなに簡単ではなくて、Google 翻訳使ってねこう見せればいいんですけど、なかなかこう最初のいきなり初めましての人にいろいろやり取りする時間をもらうのも結構大変なので、そこがなかなかね、今これ世界こう回りながらインタビューしてる中での一番の困難かなと思います。うん、だから結局最終的に今のところ英語喋れる人にしかインタビューしてないっていうことなんですよね。例えばその現地の人でお父さんかお母さんが英語喋れたら子供たちに通訳してもらって、でお父さんたちが教えてくれるっていう感じなんですけど、まあ、とりあえず今そういう感じでやってるんですよね。これもうちょっとだからなんだろう、チーム撮影クルーとかいて下準備してってなれば割ともっといろいろできるとは思うんですけど、もうちょっと時間欲しいですね。歯が痛くて今この奥歯の神経やられちゃってます。やばい。皆さん海外行く前にちゃんと虫歯を治してから行きましょう。おー、路面電車が街中をたくさん走ってます。でっかい犬がいる。めちゃめちゃでかくない？でか細い。でか細い。おっぱい乳首ある。ハロー。
なんかいい感じのあのトンネルみたいになってて、パン屋さんとかねピザが結構ここ多いですね。ベーカリーがやっぱ多くて、トルコもそうなんですけど、基本的になんかローカルの人が行くカフェって普通のもう本当に現地のなんかベーカリーパン屋さんが多いですね。でベーカリーは本当に安くて、1個パンが本当60円とか50円とかであるんですよ。それとコーヒーでも最初もう最高ですよ。ここどこに向かってるか僕全く分かんないんですけど、あんまりあの観光っていう観光はあんまそんなに興味がなくて、とりあえずこう街の雰囲気をですね歩きながら感じる、そういう旅ですね。うん、いい感じ。なんか街歩いてるとたくさんピザ屋があって、さっき今そこのカフェで食べてるピザ見たら超美味しそうだった。チーズがもう上にこう柔らかくふわーって乗ってて、なんかねあのトルコイスタンブールにもピザ食べたことあるんですけど、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。あのイタリアとか本場のピザ、あのローマに行った時にピザ食べたんですけど、まあもちろんそれもね美味しいんですけど、なんかこっちの方のピザもなんかねすごい柔らかくてふわふわしてて、チーズがいっぱい乗ってて、なんかこう口の中でふわーってこう広がるんですよ。だからちょっとね今回ブルガリアでもピザ食べようかなって思っちゃうぐらい。でもたった1日しか今日ないので、ブルガリア料理食べよう。スーパーです。ここがブルガリアの、有名なスーパーっぽいので、ちょっと中入ってみましょうか。はい、まあ、こんな感じですね。こっちはねブルガリアレフっていう通貨になるんですけど、だいたい1レフが60円なんですね、日本の。なのでこの価格からだいたい6掛けして、日本円って感じなので、例えばこれだったら、まあ、2レフだとしたら2612120円ですね。これが1個120円、そんな感じでいつもこう必ず通貨を確認して計算して、でスーパーに来るとだいたいこの街の値段物価っていうのがですね分かるっていう感じになります。おー、美味しそうなデザートがいっぱいありますね。多分こっちのデザートですよね、こういうのとか初めて見た。すごい美味しそうですね。シュークリーム、これがいくら ?180 円、うまそうですね。こういってパンを選ぶスタイル、あの非常に多いですね。ヨーロッパ出るとどの町にもどのスーパーにもこんな感じでパンが自由に取れて、まあ、日本とちょっと似てますけど、ただこのパンめちゃめちゃ安いんですよ。これとか1レフなんで60円1個、60円ぐらいです、このでっかいパンが。日本だったらね3倍ぐらいしますけどね。そのドーナツとか、こっちのステーキってなんかこの細長いんですよね。ステーキ来るかなと思ったらこの細長いハンバーグみたいなのが出てくるっていう。お肉も、結構安いですね。100円、キログラム600円だからこれで300円とかですね、半分で安いね。お子さんがいる方用の映像、おむつこれいくらだろう、14、まあ、15ですね、15だからかける6、はい、900円。900円、どうですかこれ、900円ですって。40、50枚とか入ってるのかな、安いのか高いのかちょっとわからないです。皆さんどうですかね。水がめちゃめちゃ安い、 0.39、 これ24円、1本、500ミリが。ヨーロッパって水が安いね、とにかく1本20いくらで水が買えちゃうっていう ね。だいたいだからその水の値段とかでも大きな差が出てくるんですけど、僕はよく物価調べるときにどこにでも置いてあるようなものを探すんですよ。スニッカーズとかね、世界中どこでもあるお菓子、あとはコーラとか、例えばこのスニッカーズ
あったんですけど、これで60円ですね。60円ぐらい、まあ、70円とかそのぐらいですかね。日本で言うと120円とか、もっと多分このでかいバージョンなんで日本だったらもっとするんですよ。でめちゃめちゃ安いです。だからあとこのトゥイックスってお菓子めっちゃおすすめ。これオーストラリアにいた時から食べてるんだけど、超甘くて美味しい。これも 1.29 だから、まあ6だけだから670円ぐらいですね。これも2本入っててでかい、安いね。はい、やっぱ買い物って楽しいですよね。なんか海外のこう街を歩きながらなんかショッピングというかスーパーに行くのが一つの楽しみで、どの街に行ってもやっぱいいですね。はい、今駅の方に向かって歩いてるんですけど、この辺からだんだん土地感がわからないっていうか、最初からわからない。全部革製品、革ジャン、モフモフ系のやつも。ブルガリアってなんかあの古着屋さんが結構多いらしいんですよ。で中にはメガネの縁あるじゃないですか、メガネの縁。これがなんか500円ぐらいで売ってたのが全部純金だったみたいなこととかあるらしいですよ。本当かなって感じですけど。革ジャン多いな、革ジャンショップ。古着だけど革ジャン専門みたいな、面白いですよね。なんか古着屋さんだけど革ジャン専門っていう、すごい差別化されたお店ですね。日本も古着ってまだ流行ってるのかな。僕も古着は中学校2年生の時とかよく古着屋さんでジーンズ買って、なんか自分で穴開けて作ったりしてましたけど、なかなかねもうそういうのも履かなくなっちゃいましたね。古着ファンはでも多いですね、インスタとか見ても。でなんか今もう古着の話になったんであれなんですけど、今日本で流行ってるのってなんかリペアショップみたいな感じで、ジーンズ専門のそのかっこよくジーンズの穴開いたところを直すみたいな、なんかその専門が結構、しかもいい値段で5000円とか6000円とか7000円ぐらいで、あのかっこよくこう穴とかを修復してくれるみたいな、そういうお店があるらしいんですけど、なんかそういうのが人気らしいですね。だからなんかうまくやっているビジネスって、こうなんか1個何かに特化しているものが多いかなって。例えば古着とかって幅広いじゃないですか、古着っていうだけで。なんかだからジュース屋さんやってますって言ったら、なんかいろんなジュースあるのかなって思って、幅広いみたいなのと一緒で、例えばもううちはもう炭酸専門ですみたいな、世界中の美味しい炭酸を集めた専門店やってますみたいな感じで、古着 もう古着の中のこのジーンズだけ任せてくださいみたいな、そういう人はすごく重宝されるのかなって思いますよね。さあ、今やってきたところはですね、いやいやいや、ドドーンって感じ、もうドーンって感じでめっちゃ広い。こんなに広々としているけど人が少ないですよ。とにかくこれがパリとかだったらもう人が溢れかえっているっていう感じなんですけど、ブルガリアはなんかあんまり人が街にいっぱい出ているっていうイメージじゃない。すぐこうどこにでもこうオープンテラスのカフェがあるっていうのが、このヨーロッパ的なね感じで、どこにでもこれは同じというか、クラパチャラッパーみたいな感じで。あ、子供発見。ちょっと現地の人っぽいのでちょっと聞いてみましょうか。Excuse me, sir. Do you speak English? So. I'm traveling around the world to interview children to want to ask what's the idea to make this world a better place. And I want to ask them if you can translate and then. ありがとうございます。協力してくれました。How do you think we can make this place better with people?Как правда? Ами, като посаждат растения,
и като правят по-хубави неща за животните, като фермер. Друго... Не се сещам. What does he say? It can be anything, so it's okay. Yes. What did he say? Как мога да сна се за фермите, за животните? Сусу... Окей. The world is getting better as there are more farms. Oh, like nice to each other. Yes. Oh, people like, hey, nice to, yeah, yeah, something like that. Like that. Okay. Okay. So nice to each other. Be nice to each other to make this world a better place, eh? Yes. Ah, なるほど。なんとか Google 翻訳使って通じました。お互いにね、こう 人と人がこう仲良く、もっとお互いに助け合うっていうことが、まあ、彼にとってすごい大事だっていうことをですね、教えてくれました。ちょっとブルガリア語がね、なかなか難しいですね。まあ、ありがとうっていう言葉もなかなかうまく発音できない。なんかすごいお店がありました。なんか、Sweet and More ということで、多分なんか甘いお菓子屋さんですね。なんかこう歩いてるとこういう可愛いカフェがいっぱいあって、Sorry、立ち上げなダメだダメだって言われました。びっくり。あっち側に渡りたいけど道路クロスできないから遠回りでして向こうから行くか、あるいはこの地下から行くか、結構地下でこうつながってるっていう感じの街づくりになってて。地下鉄が走ってるのでね、この下をくぐって向こう側に行けるっぽいです。さあ行ってみましょう。地下鉄の中に入ってみましたけれども、日本でいうキオスクかな。なんかでも色が可愛らしい、可愛いお菓子屋さんみたいになってる。ここが、地下鉄で、はい、なんか噴水みたいなのがありますね。反対側に到着したのでこのまま上がって地上へ行きましょう。銀行、大きいですね。今はやってないけど、ジェラートとかワッフルとか、こうちっちゃいカフェみたいなミニチュアのお店がこう売店がありますね。あっち側に行ってみましょうか。ちょっとなんかすごいお店がたくさんありそうなので、ちょっと奥の方歩いてみます。何かに釘付けになっているぞ。なんだろうこれは。ドライフルーツ、ナッツとかですね。トルコもそうだけど、ヨーロッパは結構そのドライフルーツとかナッツ屋さん結構多いですね。はい、あとはこう売店ですね。これはお酒が売ってる。お、なんか綺麗な景色になりました。この太陽の感じとこの木の木漏れ日みたいなね、いい感じですね。ちょっとだん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 古き良き街並みがですね、見えてきました。こっちのタクシーは全部黄色ですね。かわいい。ハッピーハッピーハッピー。はい、行きましょう。Not alone if you feel like a room without a roof. おー、楽しそう。これ友達とね、こうやって出かけてカフェでお茶とかね、いいっすね。なんか昼間からビール飲んでる人が結構多い。いや、おしゃれ。路面電車がずっとこの街を走ってるっていうね。歩いてはいないね。おー、なんかパンケーキ、
パンケーキ屋さん発見しましたよ。ちょっと覗いてみましょうか。買わないけど。パンケーキショップ。ちょっと誰もいないって感じですね。うお花屋さんもあります。おおすごいかわいい。なんか映画に出てきそうな美しいお花屋さん、一個一個が、飾られていてすごく素敵です。その隣にはおしゃれなカフェ。何あのコミカルなのと思ったら工事中です。ちゃんとね工事してるときこうやってなんかクオリティが違いますよね、ヨーロッパのちゃんと絵になってて、なんかすごいの発見した。僕ライオンが好きなんですけど、インスタグラムのねトップガンもライオンになってるんですけど、ライオン発見、ライオン発見。ちょっと待って、こっちにはザラがあります。なんかおしゃれ、日本の渋谷とかにあるザラと違う。これは見て見て、ほらちょっと銀座っぽくないですか。銀座みたい。まあそれは置いといて、このライオン超でかいよ。そこに立ってる人の大きさと比べてみて、めっちゃでかいから、うわでかい、ドーンって感じで。ここなんでしょうね、読めない。ちょっとこの辺に来てすごい人が増えてきましたね。なんかここでたむろしている人が多くて、何してるんだろう。待ち合わせしてこれからどっか出かけるのかな。マクドナルドもちゃんとしっかりあります。マクドナルドどこ行ってもありますね。おお、なんかショッピング街みたいなところにやってきました。ドドドドドンドン。でちょっとね引き続き声がおかしい引き続き子供がいたらちょっとインタビューしてみようかなというふうに思います。まあ英語がね喋れればいいんですけど、ちょっとねまあそこはちょっと踏ん張って頑張りたいと思います。ブルガリアのこのソフィアに生まれた子たちは何をどう思って生きてるのかなって思いますよね。これ見えるかな、みんなから画面からちょっと見えるかわかんないんですけど、このショッピング街のずっと奥の突き当たりに山が見えます。山が、すごいブルー。ちょっと車でドライブしたら山があるっていう感じで、こう自然もちゃんと周りにこうあって、すごい素敵な感じですね。やっぱりもちろん山とかねこういう場所なので、ものすごく空気もいい気がします。すがすがしい。ちょっとこのおしゃれな親子に話しかけてみましょうか。どうしようか、I thought he's like six or seven. Yeah. No, he's a little. And the mice with the rare X. Okay. Where I can see your works? You can look me on YouTube. I've been traveling like Kenya, Tanzania, and all the places Europe now. Let's I got here today. To play the dice and the 1 to 6. オープンテラスのカフェいいですよね。こういうのがもっとなんか日本にあったらワクワクするな。うわーすごい、ほら山がだんだんくっきりしてきた。お店がおしゃれ、いちいち。お、なんか弾いてる人もいますね。いやーとにかく天気がすごいいい今日は。こっちの方来たら結構やっぱ現地の人いっぱいいますね。ここら辺がたくさんいるところなのかな。トウモロコシ、これトルコにもあったね、こんな感じで。
公園見つけたのでちょっと中入ってみましょうか。すごい人、ストリートミュージシャン。あの向こうに山が見えるのはいいね。やっぱり自然を感じられる。普通の公園とやっぱりこう景色が違いますよ、山があるだけで。こんなに都会な感じなんだけどね。これはちょっと長く滞在したことがないからこの街のね感覚はわからないけど、その住むっていうこの感覚は。ただこのちょっとね街をこう歩いて散歩してるだけなんですけど、もう住みたくなっちゃいます。何これ、子供用のライドするやつ、無料で貸し出ししてますね。うん、なんか家族とかカップルとか老夫婦がたくさんいて暖かい公園ですね。うん、めっちゃ気持ちいいここ。あー、いいですね、親子で。スケボーやってます、若者たちが。高校時代によくこんな感じでスケボーやってましたね。僕もオーストラリアで、懐かしい。さあ、ちょっとねそろそろ時間が時間なのでご飯を食べに行こうかなと思います。サムトークリーズの室内チャンスがあってもどうぞ。包丁チップスメイン電車に乗って山の方に向かって進んでます。ちょっと外れたところから、街から外れたところに行ってみようと。携帯いじってたら Wi-Fi ないのに気づいてくれたのか、男の人が Wi-Fi 必要とかって言ってくれてテザリングしてくれたんですよね。めっちゃ優しい。チョコレートジュース、喉渇いたからちょっと飲みました。うまい、結構あっさりしてて。おう、ちょうどいい味、冷たくて濃厚な感じなんだけどちゃんと後味はあっさりしてる。かわいいカフェがあります。ちょっとこの辺は住宅街に今入ったんですけど、ちょっとこの辺で美味しそうなレストランみたいな場所があったら入ってみようと思います。なんかそこ提灯が飾られてて日本食かな、めっちゃ居酒屋っぽくないですか。居酒屋っぽい見た目が。あ、提灯じゃなかった、ワインの瓶でした。おしゃれ、めっちゃおしゃれですね。ブルガリア超最高。